ちは、リサともゆです。今日はなんとシャンパンに行ってます。私ダイエットをしてるんですけど、やっぱダイエットには筋トレが大事だということで、 YouTube にある有名な筋トレの動画を一緒にやってトレーニングしていきたいと思います。そして今日やる動画はこちらの野賀チャンネルさんのかの有名な地獄の8分痩せすぎ注意の超ガチヒートアフターバーンで1000キロカロリー消費やっていこうと思います。まあ絶対きついのは分かってるんですけど、まあちょっと私なりに頑張ってみようかなと思います。それではやっていきます。それではやっていこうと思います。よーい、スタート。これから8分間の超鬼ヒットを行います。まずはスケーターからです。交互に大きくステップを踏みます。床をタッチできるように頑張りましょう。10秒休憩です。すいません。次は足裏タッチです。何？右足、左足を右手、左手で交互にタッチします。ステップをよく繰り返しましょう。休憩です。次はバーティーです。真上にジャンプ、戻る、繰り返します。大きく動きます。起き上がれ。10秒休憩です。体重すぎて笑えない。やばい、びっくりしたんですけど。開始まだ1分34秒しんどすぎ。ちょっと続きのとこからやっていこうと思います。あー、やばいんだけど。ちょっと次はジャンピングジャックスです。手と足を上げながらジャンプ。あ、いいね頑張って。次はインチウォームです。痛い。できるだけ遠くに歩かせ手で押して戻ってきます。きつい。これ膝は曲がっても大丈夫です。10秒休憩です。次はスクワットジャンプです。超きついかもしれないけど、スクワットからのミリューにジャンプし、半回転しすぎないよう注意します。丸まらないよ。あと痛いこれ。頑張って。痛い。10秒休憩です。次はマウンテンクライマーです。両手をついてください。しっかり地面を蹴ってテンポよく膝を寄せます。もっと飛べます。頑張って。
きです。これでラストです。ラスト、やば。とりあえずマゴチャンネルさんの優しすぎ注意の超ガチヒートアフターバーンで1000キロカロリー、1000キロカロリー消費されました。マジで疲れた、本当に疲れた。この汗の量をね見ていただけたら分かるんですけど、汚いですね、すみません。もうお見苦しい姿だったかなとは思うんですけど、ちょっと私なりには全力でやりました。本当にたったの8分なんですけど、本当あっという間に終わって短く感じましたね。必死だったんですけど自分がたった8分でこんなに汗が出たので、筋トレ大事だなって思いました本当に。はい、今日の動画はこれで終わりになります。85キロの豚が有名 YouTuber の筋トレメニューしてみたでした。この動画がいいなと思ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。85キロの豚ちゃんよく頑張ったねって思ってくださる方がいたら、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。それではリセトモヤでした。バイバーイ。マジ疲れた、マジ疲れた、死ぬ、死んだ。